僕の思い出のゲームです。僕の夏休みです。僕は6歳ぐらいの時のゲームですね。いきます。 B 組、はい、常滑でいきます。うん、うわー、いいね。これ20年以上前のゲームと思えない。白い湯道具も浮いていた。ねえ、船頭のおじさん、私ホームシックにならなかったんだよ。すごいでしょ。僕、見かけない顔だね。どこんちの子かな。小学生が一人で観光に来るわけはないし。僕、お母さんが臨月だから8月の間だけおじちゃん家に預けられることになったんだ。一人でここまで来たの。ううん、潮立まではお父さんの車で来たんだ。でもお父さん、今日中に東京まで帰らなきゃいけないから、さっき潮立の港でさよならしてきたんだ。一人で船に乗るのはちょっと心細いかもね。うん。ねえ、お姉ちゃんも一人でここまで来たの？え？あたし、今年の春から東京の高校に通ってんだ。いいね。あっちで下宿してるの。東京の学校やって。だから、もう一人は慣れっこなの。やすこちゃん、海の町見えてきたよ。わあ、いいね、この BGM。 今から始まりますよ、僕夏の世界が。お姉ちゃんね、あの町で生まれ育ったんだ。すげえ。十何年ぶりのこの島に帰ってきました、僕。おーい、愛しの海の町よ、ヤスコが帰ってきたぞ。始まりました、はい、気をつけて降りてくださいね。ボクくん、ご苦労様。 おばさん懐かしい。こんにちは、おじちゃん、おばちゃん。これ、うちのたけしとしげる。もう何年も会ってねえから覚えてないだろ。覚えてるよ。お姉ちゃん、こっちこっち。ねえ、君何年生なの。うわ、しげるや。僕は3年生だけど。すげえ。俺5年生。お、コナン君。なんだ、やっぱり僕が一番下か。というわけで3人とも1ヶ月間仲良くするのよ。いいね。おーい、みんな取るよ。サイモン。はい、チーズ。めっちゃ懐いな、本当に。いやー、いいね、この写真。帰ってきたよ。はい、今日からここが僕くんの部屋よ。なんだか不思議なところだね。ごめんね、おばちゃんち民宿やってるからいろんなものが置いてあって。でもここの部屋はね、一番いい風が入ってくるところなの。あと食堂でご飯を作ってるとその匂いもね。いいですね。なんだかお腹が空きそうだね。じゃあもうすぐ晩ご飯にしてあげるから、ちょっとだけうちの周りでも探検してきたら。はい。うん、ありがとう、おばちゃん。でもあんまり遅くなったから、海で泳いだり山の中へ入っていっちゃダメよ。おばちゃん、僕くんのお母さんに危ないことはさせませんって約束したんだから。
なるほどね。始まりました。どんな感じ。そうそうそう、 この操作感懐かしい。ちょっとね、独特なあの操作感なんです、実はこれ、まあ、こんな感じでいろいろこれから増えていくんですね。こうやって釣り竿とかね、魚見えたり、網やったり、昆虫採集したり。とりあえず僕は8月1日から31日まで、ここのね、島の中で、まあ、夏休みを過ごしていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。とりあえずはちょっと部屋出ましょうかね。いいね、いい夕焼けが綺麗だ。まあこうやっていろいろ売ってるんですね。ベビースターラーメン20円、梅ジャム20円、はあ、クリーム10円、安っ。チューチューアイス10円、すげえ安い。物価が安い安い。牛乳40円、コーヒー牛乳40円、今だって120〜130円しますよ。ボク君、今日はたくさん乗り物に乗って疲れたでしょ。うん。晩ご飯もうちょっとでできるからね。うん。ねえおばちゃん、ここ海の上なんだね。そうよ、びっくりした？ちょっぴり。ねえボク君、おばちゃんと晩ご飯メニューの当てっこしようか。やったー、うん、いいよ。やったやった。今日の晩ご飯は何だと思う？何でしょう。なんか湯がいてる感じしますね。そうめん、七色そうめん、そうめん感あるね、これは。じゃあ今日の晩ご飯楽しみにしててね。ねえ、これってヒントはないの？ね冷蔵庫の中がヒントになるようなならないような。なるほど、なるほど。冷蔵庫、さすがなんか冷蔵庫みたいな昔。イカやね。 100% イカが入ってますね、これ。イカです。いやー、この世界皆さんにもね、味わってもらいたい。令和になってこの僕謎をするというこの楽しさですよ。いや、いいね、帰ってきたね。そうそう、懐かしいね。で、ここの自転車は使えますと。はい、で、これ使えます。そうだ、ここもね、毎日水をあげないと枯れるんです。ここの朝顔かな、これは確か。この、ね、水のね、ホースも向き変えないとちゃんと当たらないんですよ。そう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 、これでしっかりと当たってることになります。でもこれ毎日やるのめんどくさいよね、このゲームの中やとしても。この下には確かザリガニがおった。ここじゃないかな、どっかね、ああいう板をめくってね、下の用水路みたいなところいるんですよ。お、誰かおる。こんにちは。あれ、お兄ちゃん、ボク君来たよ。いやー、水彦、何してるの？今日の獲物をチェックしてるのさ。獲物？コンクリの蓋を開けてザリガニを取るんだ。コンクリやったか。こうやるのさ。今の子ってこんなんするんかな。チェ、今日は来てないみたいだな。いつもここにザリガニがいるの？うん、こんなとこでも結構いるんだ。他の場所でもとにかく蓋をめくってみることだね。ねえ、そこの家って、ああ、
それは大人が廃屋って言ってるやつなんだ。廃屋、ああ廃屋ね。確かに、でも昔俺廃屋って言われて全然分からんかったな。そういえばカタカナで廃屋って言われてもなんかガソリンとかの方かなと思うんですね。そこの家以前はおばあちゃんが住んでたんだけど、うん、いつの間にかいなくなっちゃったんだよ。誰も住んでないのに毎日新しい猫の餌が置かれてるんだぜ。誰か置いてるんやね。僕ちょっと怖いよ結構田舎ってこういうね廃屋も多いですからね。入ってみましょうか。カラカラに乾いた流し台がある。もう何年使ってないんだろう。うわー、猫ちゃんがおる。猫の餌が置いてある。誰かあげに来てんな。入り口を塞がったお風呂、もう何年使ってないんだろう。すっごい汚いお尻で、すっごい量のゴミ、すっごいエッチなゴミちょっとザリガニいるか見てごらん。何もいないようだ。何もないと、毎回おるわけないと。どうするの。ちょっとまあ久しぶりがたらちょっとこう島を探索しましょうか。確かにこっちはね公園が、そうそう公園があったんですよ。ここでね毎朝ラジオ体操をしたりするんですよね。懐かしいね。身体能力高すぎ僕じゃん。ああここいいですね。いい音やねんな、この漁船の音かな。いやーな、いつになっても僕夏は楽しいね。楽しいね。漁船ですね。お、おじさんがいます。連れてきてくれたおじさんが、ね、おっとやあ、ようこそ文の町へ。お兄ちゃん暑いのにバカみたいに元気だね。ほらバカみたいはちょっと失礼だぞまあ俺は健康だけが取り柄だからしょうがないかよかった、いいおじいさんで。前島正夫32歳、正立汽船勤務。そして32歳、現在花嫁募集中かな。32歳、俺と5歳しか変わらんの。嘘やろ、俺と32歳やったの。君は茜屋の親戚なのかい。うん、そうだけど。はい、そうか。俺毎日あそこの海の家に昼飯食いに行ってるんだ。よろしくな。いいですね。あ、これ立ち止めません。そうそう、見ろ、無線もなんかあるから気持ちよさに出てる。猫ちゃんよ、じゃあ行こう。名前だ。いいね。ああ、お、来た。飯だぜ。びっくりした。お父さん。食事はいつもこの海の家で食べるのよ。いいだろ。冬はちょっくら寒すぎるけどよ。台風来た時なんかすごいんだよ。ねえお兄ちゃん。うん、まあな。よっしゃ。じゃあいただきます。いただきます。いいね。やば。来ます。まだちょっと。人見知りかな。くたくたなあ、ボクちゃん、おじちゃんが1日100円で宿題やってやろうか。もう、また変なこと。父ちゃんすごいんだよ。お兄ちゃんの算数のドリル全部間違ってんだから朝飯前やそう、親父がまあまあ。ところでボクくん、夏休みの自由研究は何にするの。うちの前の道路の交通量の調査。あ？
何それ。毎朝30分何台通るか数えるんだ。お前インテリだな。インテリだ。ここじゃその研究無理だよ。なんで。田舎だから。走ってないよ車なんて。まあこの辺で簡単にやれるのって言ったら、うん、昆虫採集くらいかな、うん、そうなんだ。交通量なんて嘘書いたってバレねえだろ。なんちゅうことだよ。父ちゃんたら。なんちゅうことだよ。じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でした。まだちょっと緊張してるかな。まあまだ1日も一緒におらんからな。これからって感じかな。一応ね、夜もねこうやって動けたりするんですけども、ただあんまり夜長いことこうやって歩いてると夜更かしすることになって、朝のねラジオ体操に間に合わなくなるっていうことがあります。なんでまあタイミング見て早めに家に戻ろうかなと思います。ちょっと雰囲気いいでしょ。夜、僕夜好きなんです。回ってんな。回ってんね。いけるか。懸垂してるし。懸垂してる。えらい。俺懸垂1回しかできんな多分。2回ぐらいかな。おい、ナイス。俺逆上がりできんかったな人生で1回も。マジで羨ましい、逆上がりできる人。鍵がかかってる。誰かいるかな。おやおや、これはこれは、随分と可愛いお客さんが来たようじゃ。あ、勝手に入っちゃってごめんなさい。じいちゃん、ここは田舎なもんで玄関を閉めておく習慣などないのじゃよ。この家もそしてわしの診療所もじゃ、うん、好きな時に勝手に入って休んでいきなさい。田舎って感じやね、うん、ありがとうおじいちゃん。ねえおじいちゃんっていくつなの。え、わしか。わしはおかげさまで今年数えで73になるはずじゃ。 お元気です。ねえ、数えって何。数え年といって昔の年の数え方じゃ。わからんよね。昔は生まれた日にすでに1歳として数えたのじゃ。そしてみんな正月で年齢が増えたから、大晦日に生まれると次の日にはもう2歳になるのじゃ。大きな羽がついた不思議な形の建物を描いた油絵がある。来た。テレビで変わるんかい。鍵がかかっているようだ、まあ、とりあえず今日はこれぐらいで家の方帰りましょうかね。おじいちゃんともお話できましたし、まあ初日はこんなもんでしょう。あとは家族に話聞いて寝ましょうかね。自転車そのままやし、直しとかんかい。
誰かおるかな。おったった。ボク君、疲れてたら今日は早めにお休みなさいしましょう。あんまり夜遅くまで起きてると朝のラジオ体操寝坊しちゃうぞ。うん、そうだね。ここはたけしと、あ、おたた、しげるちゃんが。おい、お前、人の部屋に勝手に入ってくんなよ。え、ごめんなさい。いいんじゃないの、ひとつきいるんだろ。うん、バリア張っても無理無理。でも、あまり大きな顔すんじゃないよ。顔が大きいのは生まれつきらしいんだけど。なあ、ところで、昆虫採集セット、もう見た？え、何のこと？僕ちゃんの机の上に昆虫採集セットを置いてきたんだけど。来た、昆虫採集セット。来た来た。俺もう使ってないから貸してあげるよ。優しい。え、本当？ありがとう。まあ何か困ったことがあったらまずは俺に相談しろってことかな。分かった。うん、分かったよ。自由研究。僕たちは朝顔を育ててるんだ。へえ、そうなんだ。やってたね。種をまいたのは。ここの窓のすぐ下なんだけど、うん、そうだ、僕ちゃんも一緒に競争する？競争？え、どういうこと？お兄ちゃんと僕でどっちが早く咲かせるか競争してるんだ。うん、左側のがお兄ちゃんで、左、真ん中が僕で、右端が僕ちゃんっていうのはどう？毎日水をやればいいってこと？うん、そう、大正解。なるほどね。なんだか面白そうな話だね。おや、急に。カメラマンが登場だぜ。この人、サイモンって言うんだ。サイモン。ずっとうちの2階に泊まってるんだけど。じゃあ、サイモン、朝顔が咲いてる間だけ、うん、毎日1枚朝顔の写真を撮ってあげるよ。大切に育てれば、それだけたくさん写真がもらえるってこと？それはやりがいがあるじゃん。楽しみにしててね。これ何とも言えんね、このサイモンの感じが好きやな。とりあえずまあ毎朝起きたらすぐに朝顔に水をあげましょうってことですね。お、サイモン。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ここいい風が入ってくるでしょう。はい、特等席だよ。うん、そうだね。サイモンは夜静かにしているのが一番好き。二番目は？なんだろう、好きな人と話してる時かな。サイモンのこの言い方とか言い回しが好きやな。俺部屋どこやったっけ。おい、待って、部屋どこやったっけ。ちょっと待って、自分の部屋がどこか忘れた。この辺りかな。違う、これサイモンの部屋やな。俺の部屋がどこや。違う、ここも違いました。ここ、違う、あれ、自分の部屋が忘れた。おい、どこやったっけ部屋。ここか。オッケーオッケー。あー、危ない危ない。よかったよかった。よし、寝ます。あれ、なんだろう。机の上に置かれていたのはプラモデルの箱だった。そして箱の中にはなぜか昆虫採集セットが入っていた。もう昆虫採集セットとか逆に珍しいよな。俺も見たことないな、実物で昆虫採集セットとか。今令和の時代にやってもいいんかな、昆虫採集とか。どうなるの。まあこんな感じでまた昆虫採集知っていくんやけど、なかなかね、注射器とか、今の子はだってこんなん使えんもんね、薬とか。なんか、
時代を感じますね。今昆虫採集とかしちゃいかんのちゃうんかな、どうなんやろな。多分昆虫採集とかやっちゃいかんような気がするな。とりあえず寝ましょうか。絵日記書きます。寝る前にいつもね、その日あったことね、僕くんが絵日記書いてくれます。こんな感じですね。やっと到着、おじさんの海の家。太陽さんさん夏休み。夜になったら波の音だけ静かに聞こえてる。で毎日こういう風に絵日記書いていく感じかなと思います。でこれでも次押したらもうその日の一日終わりってことになりますね。それじゃあこれで終わりましょうか。